じゃあ私から、じゃあ木戸ちゃんにインタビューをしましょうか。なんでもどうぞ。はい、じゃあですね、はい、じゃあそれこそ今高校生の木戸ちゃんは、はい、高校で一番楽しいことって何ですか？楽しいことは、やっぱりですね、お昼ご飯を食べてる。お昼ご飯、お弁当ですか？はい、お弁当なんですよ。うん、あのね、お友達がお弁当を作ってくれて、うん、そうなの、うん、はい、お友達のお母さんが私のためになんか作ってくれて、うんうん、そうなんだ。もう毎日今日は何のお弁当なのかなってすごい楽しみに待ってて、それが一番楽しいです。じゃあ好きなおかずは何ですか？好きなおかずはウインナーです。あ、タコさんですか？カニさんですか？カニさんです。カニさんですか？じゃあですね、今まさに流行っているもの、高校で流行っているものは何ですか？はい、流行っているものはですね、じゃがりこでございます。うん、じゃがりこにもたくさん味があって、うん、特に明太子味。明太子味、あ、なんかそれは外れがなさそうな、想像できる味だよね。とても美味しくて、うん、あと何ですかね、女の子の間で豆乳が流行っています。うん、イソフラポン取るといいんだよね、女子はね。そうなんです豆乳でいろいろ味がたくさんあって、うん、特に私が飲んでみて一番美味しかったのは、うん、プリン味です。プリン、プリンです。そうなんだ、いろんな、今しかも桜味とかあるらしいよ。季節限定なのかな。ねえ、くらさん、そうなんだ。そうなんです。そうなんだ、私も毎朝飲んでる。あのね、毎朝、はい、粉末の、はい、何グリーンスムージーを最初やろうと思ったの。知ってる、グリーンスムージーって、はいはい、流行ってますね。ね、お肌にもいいし、うん、でもそれやるのめんどくさいから、もう青汁の素みたいなのを買ってきて、それをとコラーゲンパウダーをシェイクして、はい、毎朝飲んでるよ。あー、もうだからそんなにもうピチピチなお肌なんですね。キドちゃんいい子だね何ですかコラーゲンを取って、コラーゲン